はい、モニターの電源を入れます。このボタンを押すと電源が入ります。9まで行って、0になります。まずこの大きいプラスマイナスのボタンがアシストです。0から5まで、アシストされます。で、この横のボタンなんですが、下が、このバックモニター、バックライトですね。モニターのバックライトのオンオフボタンです。で、上のボタンが、ちょっとわかりづらいんですが、このトリック、オドメーター、マックス、アベレージ。これを選択できます。で、あとは、まあ、バッテリーの残量ですね。ここにスピードが表示されます。